の涼平です。そしてゆうぽんチャンネルのひよとです。はい、お願いします。お願いします。来てくれたということは、ね、まあグローブ紹介ですよそれしかないですよ。うん、グローブ友達だからね本当に。で、今日は2人が愛してやまないプロ野球の球団、埼玉西武ライオンズの、そうですね、我がライオンズ、はい、二遊間のグローブを紹介していきたいと思います、はい、まずちょっと僕の方から、我らが翔平 TV の源田モデルと僕の源田モデルを先にちょっと出したいと思います、はいはい、それが、はい、何回か出てるんですけど、こちらのグローブですね、はい、で、ちょっと、まあ翔平さんのこちらは結構出てるので皆さんよく知ってるとは思うんですけれども、これ紐変えてるな、なんか前よりちょっと深くなったかな、まあ、まだ硬さの残ってて、で、一応限定品なのかな。グローブ自体が玉はめになってたりとか、まあ、ウェブが色バスケットのところが違ったりとかっていうグローブで、まあ、型は本当にオーソドックスな、ちょっと大きめなっていう、まあ、言われている源田選手のモデルで、完璧にウェブ下にポケットがある深い型付けをした、翔平さんの源田モデルとなります。これが初期の源田選手モデル初期だと思います、はい、だよね、はい、源田選手1年目2年目ぐらいで、そうです、源田モデルが出始めた。オーダーしたいな、限定品じゃあ Z さん出しちゃおうかって言ったんだけど、多分その限定品第1号が多分これですね、はい、本当にだから2017年とか18とかの、ね、新人を取った時 の,、はい、時の一番最初の源田選手モデルの限定品になります、はい、で、やっぱりでも Z さん言わずもがな、皮が良き、皮がいいっすよ、ほんとに。 Z さんのなんかのグローブによく多いんですけど、クリスが浮き出してくる。あ、僕の今宮選手モデルもなんですけど、グリスがなんかめちゃくちゃ浮き出てくるので、まあ、しっかりと皮に油が馴染んでる証拠なのかなっていう、はい、っていうのと、まあ、あとは皮ちょっと Z さん薄めじゃないですか、ね、芯が硬い分皮薄めなイメージがちょっと僕はあるんですよ、はい、だから浮き出やすいのかなっていうのは。まあ、でもグリスが浮き出てくるのは僕はいいことだと思ってるので、やっぱ Z さんさすがのプロステータスに出てるなっていう感じですね。まあ、これはちょっと今、今度僕の趣味で磨こうと思うので勝手に、はい、もうちょっとただでさえ、まあ、やっぱいい革使ってるのでツヤも出てはいるんですけど、ちょっと僕の力でもうちょっとツヤ出してやろうかなと、さらに綺麗、はい、磨きオタクの力やっていこうかなと思います。で、次がこれも何回か出てるかな、僕の源田モデルが、これが18、19ぐらい、そうです、優勝した時に使ってた、クロスウェブなんですよ、この時は。そうですね、源田選手がバスケットウェブの理由って、取った時にここに引っかかっちゃうからって言ってて、バスケットだったんですけれども、なぜかクロスも一時期使ってたっていうのがあって、もう本当にその時をモチーフにした Z さんから出た限定モデルで、で、このサックスの部分はオーダー対応は不可っていうグローブになっていて、今度は切りはめになってるんです。もうちょっと汚れちゃってて見づらいかもしれないですけど、切りはめになってて、まあ、あとはここがグレー、ヘリ側の部分がグレーになってるっていう、本体は黒ですね。で、これもプロステータスのグローブになります。で、これは正直言うと、まあ、僕源田選手モデルってその、まあ、グローブ買い始めた時意外と持ってなくて、はいはい、普通最初に手出すとこじゃないですか。そうです、グローブ好き、 Z 好きだったら、 Z 好きだったらもうパッと、それがなかなかちょっと手出してなくて、源田選手モデル買おう買おうって普通思ってたら、いつまでか限定品がポンと残り1個置いてあったので買っちゃったみたいな感じなんで、1個だと買っちゃいますね、はい、これは、まあ、あの Z さんの YouTube チャンネルで言ってるように広く使う方、はいはい、広く、これ実はこれもできるんですよ。あ、使い方としては多分間違えてるのかなっていう、ただ Z さん的には公式チャンネルだったら、なんか今宮選手が深くて源田選手が浅いっていう言い方してるんですけど、僕浅いとは思ってないんですけど、開くと思ってるんですよ。僕のイメージだと開くっていうので、当たれば入ってくれるみたいなイメージで使ってるのがこちらのグローブです。ただ最近ちょっと使えてなかったので、また、ローテーションで使っていこうかなとは思っています。はい、じゃあ源田モデルの紹介は以上で、僕が愛してやまない選手のグローブをのモデルのグローブを持っていて、僕なんかはユニフォームも買っちゃったりとかしてるような、タオルも、まあ、2、3種類持ってるぐらいの選手のリンゴタオルもちゃんと持ってて、なんなら僕が今アゴヒゲ生やすそのグローブがこちらになります。トムサキ選手モデルですね、はい、これは2019かな、去年はオールグレーの青ですね。19か18でこれだった気がするので、多分そうですね。まあ、でもそれも去年の年末にダウンと3年連続で分が出たんですよね、確か、はいはいはい、モデルがその中の多分一つ。そうですね、外崎選手のグローブの特徴、僕も一回、まあ、動画で20年モデルか、はいはい、はめたことがあるんですけど、
まあそこは多分固有になってからのグローブなんですよ、はいはい、これ固有になる前じゃないですか。なんかちょっと特徴とかっていうのがあれば固有に使っていて、はい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 、で土手の方にポケットがある感じですね。うん、ウィルソンさんのデュアルの特徴かなって思うのが丸みを帯びるなっていう包み込むグローブだなっていう感じはしますね、僕から見ても。はい、ここのベルトの部分、はいはい、普通だったらムートンなんですけどムートンじゃない、はい、クッションでアメリカチックだなって思いますね。グレーかなーと思いきや、まあこういうところがグレーだから、これもグレーなの、グレーか、まあ、グレーだからグレーかなと思いきや意外とシルバーでやってるんで、はい、同色に見えて同色じゃない、おしゃれ感、そうなんですけど、なんかこれで、あとはウィルソンのクマがグローブの中に隠れていらっしゃると、はいはい、かわいい、かわいいですね。あとここに本来だったらここにリンゴのマークが入ってるのが、そうなんですよ、トノサキ選手モデルと。軽いっすね、めっちゃくちゃ。あ、そうだ、気づいた特徴、トノサキ選手ここ狭いんですよね。ここは狭くて奥にどんどん広がっていくような、こういうようなグローブが、そう、トノサキ選手の特徴なのかなって。ちょっとはめていいですか。あ、どうぞ。まあ、小指だとここが狭いと入らないじゃないですか。小指の選手の特徴ってこれでポケットの位置下げて取るっていう選手が多いんですよ。はいはい。でそうすると普通にグローブはめた時の手のひら補給になる、グローブの位置的には。だから深いように見せかけて深くはない。そうで、なおかつまあ小指で取ってるんで、送球なんかはウェブ下で取っちゃえばさらに深くなるから、はいはい、でしかもここを動かせばいいだけじゃない。だからウェブで取ってる感覚をウェブ下で取れる、そうです、っていうのは聞いたことがあるなっていうのは、合ってるのかどうかわかんないですけど、まあここを土手の狭さ広さっていうのもちょっと注力して見てみるのもいいのかなと思いますね。はい、はい、ということで本日は2020年パリーグの二遊間のゴールデングラブ賞の選手方のモデルをご紹介いたしました。まあちょっとこっちはもう何回か出てるのであれなんですけど、はい、まあ外崎選手かなりね守備力も辻監督のおかげで上がったと。上がりましたね。まあタイプは全然違うんですけれども、まあどちらもモデル化されているので、はい、もしいいなという方がいたらちょっとご検討されてみてはいいのかなとは思います。はい、ユーポンチャンネルの動画概要欄にありますので、ぜひ皆さんチェックの方よろしくお願いいたします。はい、本日の動画は以上となります。はい、チャンネル登録コメントグッドボタンよろしくお願いいたします。それではあいしゃー、はい、はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとしてペサントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が、そうそう、多いと思うんですよね。でしかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人、1万人達成したら、そうです、オッケー、この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、はい、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、あの今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです。そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に、ただ達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらえるような形です。まあ、常に動画から見ていただいて、そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人か分かんない、1万人かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画とかやっちゃうと思うんでね、はい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 、登録しておいてもらえればいいかなと思います。そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、現在翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で現代モデル軟式をプレゼント。現在チャンネル登録者数9000人突破、皆さん本当にありがとうございます。まだまだこれからですが、1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したらさらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。りょうへいです。そして、はい、どうもこんにちは、皆さん、ひろとです。
はい、お願いしまーす。ね、はい、いいの？ユーポンチャンネルのって言わなくて。テイクワン、あ、テイクツー。